大学野球近畿学生周期リーグ開幕節1回戦神戸医療未来第113大阪観光大2024年9月1日大阪シティ新洋金庫スタジアム神戸医療未来大が大阪観光大との周期リーグ初戦を11対3の8回コールド勝利で制した打線が13安打11得点と機能しエース右腕の鈴木蓮4年 打球安打を許しながら7回1失点にまとめる粘りの投球を披露した。11対1の8回からは、最速154キロ右腕の牟田敏弘、4番、が2番手として救援先頭打者から2者連続支球で無視1・2塁を招くと、続く打者に右翼戦への適時2塁打を許して交代し緊張もあったが、 自分が持っている力以上のものを出そうとしてしまったと本領を発揮できずに悔しさをにじませた。球場ではソフトバンクやロッテなど NPB6 球団のスカウトが熱視線を送った。スカウトのスピードガンで最速148キロを計測したように力のある直球を投げ込んだ。今春リーグ戦では右肘痛で登板なしに終わり、昨週も足首を故障していた影響で登板1試合のみだった。 それでも最速154キロ右腕として評判が広まり、待望の一部リーグ初登板にスカウトが集結。秋直前の練習試合では15奪三振関東勝利を挙げるなど体は万全でプロを目指してやってきた、と今週にプロ志望届を提出する意向を示した。無田敏弘、無田人慶、2002年、平14、6月26日生まれ、福岡県古河市出身の22歳。 小4から青柳シリウスで野球を始めて外野手。中学では九州小賀ボーイズに所属。カシーでは2年夏から背番号17でベンチ入りし、2年秋から背番号7。神戸医療未来大では2年春にリーグ戦初登板。50メートル走6秒7。1メートル80、82キロ。右投げ右打ち。